ボートレース住之江の今回の6日間の名物シリーズ5日目優出争い準優勝戦は第2弾で第10レース1、2、3で4、5、6まずは枠なり V を回ってまいりました。さあここはそのまま1、2、3の4、5、6と枠なりでしょうか。インコース1号との西村拓也が人気の中心です。今回の予選3位通過、さあ2場所連続優出なるか人気の中心。その横2号艇で後藤宏、こちらは目下2場所連続優出中、3場所連続優出なるかです。3号艇で深い年久、こちら住之江5度目の優出なるかで、さあ単マークを回ってまいります。穏やかな競争水面です。4号艇の山田隆一の角でしょうか、こちら2場所連続優出なるかで、5号艇の秋山博一、住之江8度目の優出に挑戦。そして6号艇の芹沢勝彦は住之江連続優出なるかで、さあアウト勢動いていきます。スロー勢が1、2、3と入ってまいりました。ダッシュ勢が4、5、6で、これで枠なりで3対3のスタイルでスタート展示通り進入体系固まってまいりました。さあここは人気サイドか後輩等が出るのか、地元西村拓也を取り巻く準優の第2弾第10です。1番、2番、3番、4番、5番、6番、3対3の枠なりです。今スタートしていきました。好スタート、インコース1号艇の西村、角から4号艇、ダッシュ勢から5号艇も出ていきますが、1マークはインから先前1号艇の西村を刺して2号艇、真ん中攻めて3号艇、後方から5番、4番、6番ですが、さあバックスレッチは現在1号艇の西村が、しかし内から3号艇の深い年下接近で1号艇と3号艇一定進歩の、あとは4号艇、後ろ5号艇、6号艇並んで最後方に2号艇、なおスタートは正常でした。ランタンマーク前を抑えて1号艇人気の西村トップ旋回、懐を3号艇、真ん中攻めて4号艇、後ろ6番、3番、2番、5番、2番ですが、先頭1号艇、3号艇は振り込んで6号艇接触危ないところ、2番手は4号艇、そして今度は3番手3号艇の143に変わってレースは2周目と入ります。先頭1号艇の西村、2番手には4号艇の山田隆一上がって、そして3番手に3号艇の深い年下となっています。2周目で出した馬からバックスイッチは先頭を抜け出した1号艇の西村、2番手には4号艇の山田、3番手に3号艇となっていまして、現在上位が143、その後ろから今度は2号艇の後藤宏が4番手、あとは水が空いていって5号艇6号艇の順になっています。さあ前提が今から2周目の第2ターンマークを回りますが、先頭には1号艇の西村拓也、ここは人気の中心先頭、そして2番手には4号艇の山田隆一、そして3番手は現在3号艇の深い年下直線コースター上位がここは変わらず143となっていまして、最終周回へと入ります。最終周回に入っては先頭1号艇の西村拓也、ここは見事陰線から踏ん張る活躍、そして2番手には4号艇の山田隆一、3番手には3号艇の深い年下、最後のバックスイッチと入ってまいりましたが、上位が1号艇、4号艇、3号艇完全に上位ばらけました。後ろは水が出て2号艇、5号艇、最高の6号艇の芹沢が遅れています。さあ最終ターンマークを回りますが、1号艇の西村、ここは人気に応えました。地元23回目の優出、2場所連続優出、4号艇の山田隆一が2場所連続優出、住之江7回目の優出で143は人気サイド、まもなくゴールです。先頭1番ゴールイン、4番ゴールイン、3番ゴールイン、2番ゴールイン、5番ゴールイン、最後尾に6番がゴールイン。